あ、いいよいいよいいよ。やめたら準備して。うん。ありがとうありがとう。だいぶ大丈夫。あとで。いただきます。みんなで。じゃあ、またのここに使うって。ありがとう。かわいいね。アナゴ。アナゴ。ナオミさん、よかったね、連れて。坊主逃れで。坊主逃れ。やっぱり釣るよな。ちょっと土壌っぽかった。うん、土壌だから、あれ、うん、あれ柳川にすればいいんじゃないかな。あ、水で洗ってきて、あれ、あるよ。手洗おう。そうそう。アジだよ。どうですか？アジ釣れましたね、アジ。うん、やっと来た。てか水汲まねえとな。あ、外れた。アジだよ、いいアジだよ。こっちにとりあえず入れておいて。せーの、これだ。ていうか、それじゃなくて、あの、たまに。おー、アジ、釣れましたね。切っちゃっていいよ、3本あるから。うん、そこもの、うん、そこものの仕掛けで味が、え、タオケです。でかい、奥様味すごい、いきなり来ましたね。なんで餌ついてないの。奥さんは一人で頑張ってるな。これでかいよ。ほら取れた。だからそこの針だから。いいんだよ。いいんだよ。味ゲーってすごい。だから緩めてやるの。いや。はいはい。どうですか。あ、釣れ、うん、アジ、アジだ、アジ釣れましたね。お、アジ。あ、よかった。釣るの。もう一匹目。取れた。うん、左切っちゃうんだ。うん、左切っちゃうだからジーマさんと一緒だって。んで、うん、なんで右でうなぎさばいてんのって話で。あ、俺が。そうで、おかしいぞって、ご飯食ってる時左なのに、うん、昔右。そうで、俺が修行入った頃は左包丁って言ってなかったんですよ。で、で多分そうだねって話はしたんだけどさ、うん、存在してなかったんで日本に。はい、アジ締めま、締めてます、アジ。アジ締めてます。綺麗なアジだね。うん、うん、大きかったんだね。おぉ、よっしゃ。それで、俺の竿は全然なりません、鈴が。そんな感じですね。うん、うん、ジバさんがね、やったやつ。うん、奥様釣り上げてしまいました。あの、穴子、穴子。絡まっちゃってる、すごい。10万円、あの、届きますんで。あ、でもすごい。ちょっと、もう一回刺しちゃいますね。うん。一回締めねえと、うん、俺、持ち手が逆なんでな、これ。あ、そっか。うん、だけど大丈夫です。よし、いけた。さすが、ちょっと顔が映らない。ウイスキーだ。ウイスキー。ポンポン。ちょっと待って。大丈夫。よし。これ少しずつ上げていく。すいません、持ち手が映らないよ。え？あ、こうやって話せばいいんだ。うん、はい、ジーマさんが今アナゴさばいてます。
アナゴ久しぶりだもん。アナゴ、アナゴさばくの。いつもうなぎはさばいてるけどね。そう、でも板前の頃はね、しょっちゅうアナゴもさばいてたんだよ。寿司屋の時はね、ちょっと上行っちゃった骨も。その削った時からちょっと骨が違うんだよね。すごい綺麗ですよ、ほら。肝が肝なんでしょ。潰さないように。つまんない、なざれしてる親父ギャグ。目が覚めちゃいましたね、せっかくの。あ、針そこまで飲んでたんだ。そう、あ、これ誰かの針で。他の針だ。クロダイの針。血脈まで入ってるんだ。すごい。クロダイ針。クロダイ。すごいですね。そっちよりも。はいはいはい。これ、この時角は、あ、ダメか。ねえ方がいいな。うん、と思うよ。ちょっと叩けば、あとは、いけるっしょ。うん。うん。これ、白焼き。バッチリじゃないですか。うん、おお、すごい。あとね、ここに例の腹骨、ね、メガネがねえから見えねえじゃん。これね、で角があればいいんだけどねえからもう、うん、おこれでいっちゃうしかない。ちょっと引っ掛けとか一気に綺麗に。わー、さすがです。いいじゃん。一応これもやっときますか。あ、そこやったもんね。あ、そこ、はいはい。背びれね、チーってこの音ね、うん、で、これ失敗した時は、うん、こっち角に垂らしてこうですね。こういうふうに。あ、そうやってやるのね。そう。これでほら、綺麗に。ハサミでもいいんですけどね。うんうんうん、ただもう、これだったら早いんで、これで終わり。ぎっす。はい。これもぐっすり寝れるじゃん。よし、今日は。思い残すことないね。そうですか。これでもう、これ白焼きいけちゃう。綺麗。完成品です。明日の朝の白焼きってことで妙に感動してる感じが、やりました。寝始めて釣れたらまた起こされて動画の繰り返しで、また、ね、第2弾があるかもしれない。これジーマさんが投げた竿についてたやつだもん。なんすか今度は。え、アナゴの地図。え、団子になってる。団子になってる。あ、団子になってるわ。団子になっちゃってる。すげえ釣りますね、奥様。すげえ、アナゴフィッシャーだ。好きなんだけど。アナゴフィッシャー。これは、リリースサイズ。リリースサイズだけど。外しまえば
トマト切ってるから。すごいもう感じ。当てちゃった方がいいと思って。指を折って、骨に沿って。いや。専用の包丁じゃねえと、そうだね、こんなに難しいっていうことですね。うん、握っちゃうんですか。いや、握んない。中止。胡椒インバーター。インバーター、いや、インバーター胡椒で途中だからご飯が多分柔らかくなっちゃうと思うんだよね。じゃあもうこのまま、そうそう、いただきましょう。ご飯とあと、なめろにして。うん、まあ、なんとか釣れましたな。うん。よかった。行きました。オールやつ。よし。なんとか釣れた。いや、なんつった。これは味噌煮だな。さあ何でしょう。サバ。うん。来ましたね。サバですね。オッケー。サバ3匹だ。さあもうサバ行きますね。サバ、まあ、これね、サバ行きます。大丈夫ですか、俺やんなくても。いや、やりたい、やりたい、あ、やる、いいんだよ。なんかこれ、あとはこれ中骨取ってこう。あけたぶんそっち向けて、はいはい、こいつ向け引き、うわ、なんかおかしいぞ。ここは中がいいや、完全に気がつかなくなっちゃった。サバなめろうですね、味の。プリンプリンだね、釣ったばっかり。大きかったよ。ちょっともう油断してるとすぐ、そうやばいっすね、って目離すと。そう、あんまり俺はこのぐらいの、そんなに叩かないで、このぐらいの方が好きなんだよね。これ味噌入れるか。そう、お、来たよ、近く。サバラッシュですね、サバ。サバラッシュ。煮穴子。うまい。あ、うまいっすか。やばくない？大丈夫。はい、ジマさんも食べて。煮穴子ご飯。はい。うまい。ご飯混ぜちゃう。ご飯は混ぜる。あ、俺もなめろう食べて。だから、はい、食べて。全部ダメだよ。なめろう。なめろうご飯。うまっ、ちょうどそのぐらい粗い方が、米全然
全然いけます。大丈夫、この人は美味しい米っていうか、うん、一回止まっちゃったからね、止まんなければもう一個止まる。あ、まあ、俺2年前の米食ってる人は見ました動画思ってない。あれね、2年前の精米してますから、そこまで。あ、なんだ、精米するとこも写してます。こういう冷製ってのはこういうの、うまい。ジモさん、美味しいですよ。穴子ふわふわ、じゃあ、いただきます。ちょっと端っこ、うん、ものすごい肉厚。ちょっと穴子、煮穴子、煮穴子いただきます。すげえ、みんなぐらい食う。うん、うまいでしょ。ふわふわ、超うまい。煮穴子いただきます。ふわふわ、うん、このまんまでいいや。このまんまで。やられますな。いや、大丈夫。まだ狙いますよ。
さっきのがあるから気づかず、その大盛りは大盛りじゃなくて取ります。私は何ですか。浜暴風で、このあの、いや、こういうとこじゃなくて真ん中の根一つ二つぐらい、これとこれ根元のあたり、そう、ポキッと、そっちのもう一つぐらい、あとは残し、そう、残し、釣れないけど、から釣れないけど逃がしたけど、逃がした魚大きい、でかいね、うん、バラしましたね、サンマで持ってかれた。これが花なんですね。浜ぼうが花って種んだね、これね。種んだって、うん、これがみんな散って、小さいのがいっぱいこう生えてる、こうやって落してるでしょ、こうやって、はい、ほら強いんだよね。ひまわりの種みたいな。はじめ、そう、あの、タンポポンみたいな花みたいな。それがこういうふうになるんですね。ポロポロだ。すごい、もう炎天下だから。そう、すごいよね。真ん中に柔らかい、そう、日本でか、あ、ものすげえ香り、こんなもんしょ、はい、そうっすね、はい、香り最高、最高、炊けた。では開けましょう。オープン。で、わお、サバ飯。おお。で、キノコとマダケがっつり入ってますね。よし。で、これもう崩しながらかんましましょう。おお。キノコとサバ。あ、ちょ。おー、インデメンケ。おー。おー、いいぞ。サバ飯。よし、もう食べよう。もう、ほし、サバ飯いただきます。キノコは、ブラグの苦い口と、色変わりと、なんだっけ、謎のしめじ、うん、いただきます。すげえうめえ。うわ、サバの風味もたまらん。よし、マダケも一緒に。いただきます。マダケも一緒にね。うわ、最高これ。うん、もう熱くて声が出ません。いや、美味しいわ。うん、よし、熱い。こんな、
そこでさ、もうオッケー、もうじゃあまた炊き込みご飯いいな、美味しい熱いもう上半身裸、うん、もう料理して汗だくなって食べて汗だくなって大変だな、ほら世の奥様方は大変かもしれない、台所で。おーし、うま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 、